はい、おはようございます。始まりました今日のワンコンティニューですけれども、本日のゲームはこちらです。クラックスっていうものでいいのかな。なぜかというとレトロフリーク上ではですね、なぜか、まあ、うちの環境のせいなのかこのカセットのせいなのかどっちがなのか分かりませんけど、まあ、ハドソンソフトって書いてあるんですけどね、発売元不明、発売日も不明になってますね。データがないのかなんでか。まあこのゲーム自体はファミコンにも確か同じものありますよね。確かファミコンのやつはやってないと思いますけど、持ってたっけな、どうだったっけな、どんなゲームか知らないな。ちょっとまあでもパッケージの感じからおそらくクイズパズルゲームじゃないかなと思いますけれども、そんな感じで、まあわからない状態でやっていきます。今日のワンコンティニュー、1回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームでしょうかとかを紹介したり体験したり遊べたらいいなという感じでやっております。よろしくお願いします。さあどうでしょうか。ちゃんと起動しますね。あれ当たりゲームって書いてある。天元って聞いたことあるな、なんか。まあだから発売元、翻訳会社とかっていう意味なのかな。クラックス。クラックスでね、K ラックス。クラックス。まあいいや。はい、というこのループ曲はあんまり長いこと聞いてると脳がやられそうなんで、まあ始めましょう。よし、お願いします。何ですか？ウェーブ1、ノーボーナス、3ドロップス。ウェーブ6、4ドロップス、ウェーブ11、5ドロップス。おー、なるほどね。何を言ってるかさっぱりわからんな。まあ、多分面セレクトかな。1面から6面から11面からかな。ステージの、なんかあるよね。ウェーブっていうことあるよね。なんか、ステージのことを。知らんけど。この手の K っていうこのハンドサインはどういうことなんだろうね。なんでしょうね。You must get three cracks. Hint. A crack is three tiles of the same pattern in a row. 法則。同じパターン。3つのタイルを同じパターンにするという法則ですって書いてある?わかんない。お?待ってよ。あ、まずいぞ。ん?お?お?お?自分が。どうしよう、これゲームオーバーと見なす。皆さん、とりあえず、皆さんでおこうか。ちょっとわかんないな。どうする?現時点全く分かってない。3つのタイルを揃えろってことか。3つのタイルを揃えてみよう。あ、なんで?今キャッチしなかった。なんかね、ここに乗った瞬間に A ボタンを押してキャッチして、ストーンって落とすみたいな。いわゆる落ち物パズル的なことってことでいいのかな。あ、なんで?もうキャッチしたと思ったらキャッチできなかったのは何だろうな。キャッチしたと思ってからよっこいしょっていうふうにこう、なんだ、こう抱え込むというか、ボーナスポイント。今ノルマをクリアしたってことかな。まあ4ペアというか4あれ作るってことか。ミスった。パズルというよりはなんか作業だな。
あ、間違えた。下ボタンを押せばちょっと早くさせることができる。あ、間違えた。逃したら終わりなのね。これでも、もうこれこん、どうしよう。あ、間違えた。あ、間違えた。あ、間違えた。急ごうとすると、だからさ、ちょっと、あ、なんだ、別にキャッチの時 A ボタン押さなくていいんだ。あ、なんだ、あ、そういうことか。これで横向きでもいいのかな。とにかくこのタイルを逃したら、あ、あれ、あ、で、そのどんだけ下のスペースに余白があるかでスコアが決まるみたいな。間違えた。横でもいけるかどうかは見たい。あ、落としてダメなのはどういうこと？落としてダメって言われるときとダメって言われないときとか。まあ横でもいいんだ。まあ、パーフェクトになるようにできてんのか？そんな優しい話じゃないか。こうやって重なった、重なろうと、まあいいや。根性で、あ、2個積むとかできんの？意味ないけど。あ、間違えた。あ、3回落としたらアウトってことか。というゲームがクラックスというゲームですって。はい、まあ当たりが元々の開発なのかな、この感じだと。が開発したのもハドソンがローカライズというか、まあ、発売しましたよと、まあ、天元っていうところがそのローカライズというか、その日本版に直したのかな、どうなのかなっていったところですけれども、そんな感じで今日のワンコンティニュー、本日のゲームは以上です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。3コンティニュー、2コンティニューぐらいしたけど、まあいいや。まあ、そんな日もあるさってことで。じゃあ昨日のは何だったんだって話になるけどね。じゃあお疲れでした。